100均画材紹介です。今回はこれ、パステル色鉛筆10色セット、ワッツで買いました。色のラインナップはこんな感じですね。正しい色が多いですね。パステル色鉛筆がな、100均で買えんねんね。いい時代になったものだ。どうやらちょっと若干偏りがある感じするね。濃いブルーとか茶色とかはない感じ。あ、ふんふん、ん？あー、そういう感じか。これね、色鉛筆だね。これ僕が持ってるちゃんとしたって言ったら申し訳ないけど、パステル色鉛筆なんですけど、こっちはね、ほんとチョークっぽいんですよね。こんな感じでぼかしもできるし、これパステル色鉛筆、パステル色ってこと？あ、そういうことか。間違ってたな。パステル色の色鉛筆ってことか。うん、それは僕が悪い。あ、でもね、色綺麗よ。これ芯が全くない。どこから芯出とんねんお前。こう使えってこと。うん、滑らかですね。ほんでね、はい、というわけでパステル芯の色鉛筆じゃなくパステル色の色鉛筆ということでした。勘違いしていた。でも優しい色が多くてね、塗り心地も良かったと思います。また越しやす。